日はですね、漫画ですね、ジャンプ黄金時代、いわゆる1980年代、1990年代、ジャンプ黄金時代で、1980年代後半に連載が開始された漫画について、ちょっと、甲冑の戦士ガム。甲冑の戦士ガムというですね、漫画がございまして、こちらよくあるジャンプ打ち切り漫画なんですけども、こちらについてちょっとお話ししたいと思います。甲冑の戦士ガム、これね、単行本ではなくてですね、ワイド版なんですけど、ワイド版って単行本にはなかったんですが、ワイド版になるとね、このように、銀河外伝とあります。特に多分ね、銀河とは全然関係ないんですけど、作者が高橋義弘先生というだけで銀河外伝ということになってるかと思うんですが、この通りですね、高橋義弘先生、白い戦士ヤマトっていう作品でデビューしまして、銀河流れ星銀という、犬がね、主役の白い戦士ヤマトもそうなんですけども、犬が主役のですね、漫画の大ヒットを飛ばしました。それで、この銀河流れ星銀が終了して、その後の流れを受けて連載が開始されたのは、この甲冑の戦士ガムというですね、犬が鎧を着て戦国時代が舞台の漫画となっております。単純にね、犬が鎧を着てるっていうのはですね、まあ鎧を着るっていうのは多分ね、当時、セイントセイヤの流行のね、流れを受けてたりするのかなという気はしますけども、これですね、1988年、の、少年ジャンプ8月8日号から連載がスタートしております。この当時のジャンプの連載陣なんですけども、これすごいですよ。鳥山明先生、ドラゴンボールですね。時広正也先生、ジャングルの王者ターちゃん、宮下明先生、先駆け男塾、今泉慎先生の神様はサウスポー、先ほども申し上げました、車田正美先生のセイントセイヤですね。さらに、萌えるお兄さん、ついでにトンチンカン、シティハンター、ジョジョの奇妙な冒険、北斗の拳、こち亀、六代目ブルース、山下太郎くん、バスタード、変幻忍者アスカ、変幻忍者アスカ好きなんですけど、あと、ザ・桃太郎ですよ。そしてゴッドサイダー、そして虹のランナー、もうそうそうたるですね。もう最初から最後まで隙のないですね。この連載陣なわけですよ。ちなみにこの号が、この1988年8月8日号が、なんとですね、北斗の拳最終回の号です。北斗の拳最終回の号に、この甲冑の戦士ガムというのがスタートしております。でですね、もうこの気になる内容なんですけども、これですね、この兜見えます。この兜、この犬たちがですね、ガニンと呼ばれる武将並みに、忍者並みに強い犬たちがいるんですけども、このガニンたちがですね、おろしという、この兜をかぶることをおろしって言うんですけど、このおろしを受けると、この兜の中に針が入っていて、その針が脳を刺激してですね、能力が開花され、人間の言葉を喋るっていう。犬が人間の言葉を喋るっていう設定なんですよね。で、テレパシーでも繋がってるんですよ、主人公の男の子と。テレパシーでも繋がってるのに、さらに普通に、人間の言葉も喋る。そして戦国時代に活躍する。いつの戦国時代かというとですね、織田信長と、今川義元が戦うっていう、その舞台のところに、木下藤吉郎とかも出てくるんですよ。ね、この木下藤吉郎、秀吉がこれなんですけども、まあ戦国時代一番盛り上がってるところに、この、ね、ガムみたいな、ガム、このガニンと呼ばれるですね、鎧を着た犬たちが暗躍していたというお話になるはずだったと思います。なんせ途中仕切りなんで。最初、第1話はね、非常に面白いんですよ。読み切りのですね、戦においてですね、こう、完全に劣勢の軍隊にこのガニンたちが味方をして、劣勢を跳ねのけ勝利するっていう第1話、1話完結の話になっていて、これは非常に面白いんですが、第2話からですね、結構このガニンたちが修行した、まあ忍者の里みたいなのがあって、忍者の里を追われるんですよね。裏切り者とかが出てきて、一緒に修行した仲間が、実はこのように過去からの近くということですね。里は襲われ、里を去ることになるんですけども、まあね、キャラクターが、この裏切り者の犬のキャラクター、まあ犬というか狼なんですけども、キャラクターが立ってて、このようにね、竜に変身したりするんですよ。この竜に変身したりするのにね、せっかくこれ実にかっこよくて、すごい非常に立つキャラクターだなと思うんですけども、結構ね、あっさり主人公にやられて死んじゃうんですよ。で、その後、信長に会って、信長の味方をして、で、戦国時代にね、どんどん活躍していくっていう流れになるかと思うんですが、まあ、ちなみにこれ漫画に出てくる信長って結構ね、悪徳キャラが多いんですけど、これに出てくる信長は非常にいい人だったりします。はい。木下藤吉郎もなんかもう言うことを右から左まで聞くようないい人だったりしますけどね。はい。で、まあおそらくね、この予想では織田信長に味方して、そのまま本能寺の変までやって、
で、本能寺の変の裏には実はこの蛾人たちが暗躍していたみたいな流れになるのは多分、連載が続いていればね、ベストだったんじゃないかと思うんですが、なぜ16話で打ち切りなんで、もう後半がね、ものすごい勢いで進んでいきます。しかもこの銀河に出てきたね、ベンみたいなキャラクター、ハヤブサ将軍っていうのが出てくるんですけども、ハヤブサ将軍がね、実はキャラがブレブレなんですよね。結構みんなキャラブレブレなんですよ。まあ、一番のこの漫画の打ち切り範囲っていうのは、犬が喋るっていうことだと思うんですよね。犬喋るなら、結局、犬じゃなくてよくねっていうことになるんですよね。全然犬である意味がね、ないんですよね、この漫画。犬が鎧を着て戦うっていうことに普通に人間にと戦ったりするし、さっきも見せましたけど、普通にね、シュールにね、こう、馬に犬が乗って走ったりするわけですよ。完全に人間でよくねっていうね。この普通に修行を受けて、この針が刺さったこの兜を被って、覚醒した。もうこの針が刺さった兜っていうあたりがね、もう、ジョジョの石仮面の設定ですけどね。仮面を被って、兜を被って、その中から針が出てきて、能力が発揮されるっていうのね、もう完全にジョジョの話ですけども、犬じゃなくてもいいっていうところに落ち着いてしまったせいで、結構この物語はね、結構範囲が、この物語の、ちょっとね、残念なところに行き着いてしまったと思うんですよ。出陣じゃ世に続けて、これ信長なんですけど、この後ろでは犬がやっぱりね、馬に乗ってるんですが、はい。で、信長編は多分打ち切りが決まったんであろうと思うんですけど、信長編は一瞬で終わってしまいます。今は義元を倒したらすぐ終わってしまうんですが、はい、そのままですね、先ほどおっしゃったハヤブサ将軍の、さらに敵の親玉も実は犬だったっていう設定なんですけども、その敵の親玉の犬も、裏切って、そのハヤブサ将軍の息子とかが、味方につくんですが、まあ、結局ですね、もう、ラスト最後の1話になっても、これ絶対終わらないだろうっていう感じなんですけども、無理やりですね、最後の敵を一応、そんな、あんま納得はできないような倒し方をしてですね、一応、がっつり途中で突然終わります。まあ、ジャンプでありがちなね、この、前作の人気の流れを受けてっていうね、甲冑の戦士ガムなんですけども、まあ、犬が鎧を着てるという。僕はね、でもこれ、ジャンプで当時読んでいて、本当は嫌いじゃなかったんですよね。なんなら銀河よりちょっと好きだったかもしれないぐらいで。はい。まあでも、今読むとやっぱりね、冷静に打ち切られた理由がわかるかなと思うんですが、はい。まあでも今読んでみると非常に面白いかもしれません。銀河がね、まだ続いてたりするんですよね。銀河がもう世代、新しい世代、次の世代ってやってて、銀河がまだ続いてるんですけども、まあ、甲冑の戦士ガム、今後続くことはないかもしれないんですが、まあ、できたらこれの続きも読みたい。なんなら、本来、犬である意味を、犬であることの価値を見出した形で続きを読んでみたいと思われる。まあ、戦国時代ものなんで、時代には左右されないんで、ぜひ読んでみたいと。いう思いはありますが、甲冑の戦士ガム、このね、20年、30年分ぐらいに読んで、なるほど、こういう感じだったかと思いを馳せたところであります。はい。やっぱりね、やっぱそういう意味では、犬であるということの付加価値を見出せないと、生き残りは難しいですよね。ちょっと今後とも、ジャンプの短い連載、打ち切りかどうかを別として、短い連載の作品もですね、ちょっと取り上げていきたいと思います。懐かしい漫画なんかもね、ちょっとこういうのありますよね、みたいなことを取り上げてですね、お話し共有できればいいと思いますので、ぜひチャンネル登録ポチッとよろしくお願いいたします。ありがとうございました。